7日放送のマツコの知らない世界 TBSK でマツコデラックスの太りすぎが原因で番組企画が失敗する一幕があった。番組では毎週ある世界に人生を捧げたゲストが登場し、得意なジャンルをマツコにプレゼンしている。その結果、マツコが絶賛して注目を集めるケースも少なくない。この日のスタジオには、マッサージ家電、ほぐし家電に人生を捧げるという主婦、カンバラサリーさんが登場した。しかし、カンバラさんが様々な器具の素晴らしさを熱弁するも、使用するマツコには効果がない。手のひらから指先まで細やかに刺激を与えるハンドリフレを最大強度で試すも、マツコは、全然痛くない、と無反応を示すのだった。これにか、バラさんが、痛くないの、普通の人は相当痛い、と予想外の反応に驚くと、マツコは、恐ろしいね、憎って、と苦笑いする。また、マツコが頭皮や首筋をほぐすヘッドケア器を装着するも刺激はあまり伝わらないようで、デブってもう、健康にならないのね、と嘆く様子を見せた。その後、フットマッサージ器の紹介に移ると、器具に足の入らないマツコの代わりに、打ち合わせで局にいた別日のゲストが検証する事態となる。番組中、マツコは、私が悪い、と恐縮し、最後には、すいませんでした。本当に、各社の皆さん、せっかく商品協力していただいたのに、痩せます、と謝罪し、スタジオの笑いを誘った。